ミハエル・グロスはドイツの男子競泳選手。1980年代を代表する競泳選手の一人で 201cm の長身と 211cm の長いリーチでバタフライを泳ぐ姿からアルバトロスとも称された。1980年代のマット・ビオンディ、1990年代のイアン・ソープ、2000年代のマイケル・フェルプスと共に、 万能型スイマーの代表の一人として挙げられる。1981年に200メートルバタフライで世界新記録を受立。競泳では東ドイツの構成に遅れをとっていた西ドイツで国民的英雄になる。1982年の世界水泳選手権では200メートルバタフライと200メートル自由型で金メダルを獲得した。グロスがその名を世界に轟かせたのは 1984年のロサンゼルスオリンピックである。200メートル自由型100メートルバタフライを共に世界新記録で金メダルを獲得し、アメリカの金メダルラッシュに待ったをかけた。世界記録を持つ200メートルバタフライでの三冠が確実されたが、オーストラリアのジョン・シー・ベンに遅れを取り銀メダルとなる。また、4200メートルリレーではアンカーとなり、 先行するアメリカのヘイズを一度は逆転したものの、ラスト50メートルでのデッドヒートの末、わずか100分の4秒差で敗れた。このオリンピックでの成績について、ジョン・ネイバーは、もしグロスがアメリカの選手だったら、6個か7個の金メダルを獲得して、マークス・スピッツを上回っただろうと当時雑誌のインタビューで答えている。グロスは、オリンピック期間中も、 専用プールが使えない時には地元市民に混じって公営プールで練習していた。泳げればどこでもいいよと笑って答えたその姿は今振り返れば最後のアマチュアリズムを体現したものとも言える。1988年のソウルオリンピックではアメリカのマットビオンディとの対決が注目を集めた。しかし200メートル自由型100メートルバタフライの いずれでもメダルを獲得できず、前回は金メダルを逃した200メートルバタフライでようやく金メダルを得た。1991年に現役を引退。2012年の夏季五リンに立候補したライプツヒの招致活動に広報担当として参加した。1985年のユニバーシアード神戸大会にも出場している。この時、 頭にカタカナでドイツという仮込みを入れるという茶目っ気のある一面もあった。世界水泳選手権。ありがとうございます。